どうもー影山です。今日はですね。右肩を痛めたということについてお話をしたいと思います。この右肩を痛めたという。まあまあ右のこの辺ですね。この辺えっ、ー、とね。なんかねこう人体が伸びた感じにこうなってるんですけども、その右肩を痛める前に僕は右膝も痛めてるんですけども。もえー、これはねえー。僕がこう。それをこう。 どう,いうんですか、ね、えー、まあ右膝を痛めた時もそうですし右肩を痛めた時もそうですし僕が最初に思ったことはちょっと限界超えたんかなっていうふうに思ったね自分の限界を超えてむちゃしてこういろんなことねまあまあ基本的に空手なんですけども空手のその訓練というかねその稽古をねこう全力でやりすぎることによって体がその耐えられない状態その 月とかも結局毎日練習してるんでどん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 速くスピードがなってくるんですけどもそのね、えー、それがねその筋肉というかそういう体が僕の,そのどういうんですかねちょっとずつこうまあ進化というかその成長していってるものにこう体がついていかなくてですねその体が悲鳴を上げた状態にこうなったんかなと。 いう,ふうに思ったんですけども、あのーまあ、先輩とかにこう聞いていくとですねやっぱりその正しい形そのもちろん全力でやりすぎることによっての,その痛めたっていう部分もあるんですけどもそれよりもですねその形ですねそのまあこう月がこうあってその月がこう,こうあってこっこからこうグッとこう絞っていくっていうことですねこうね。 えー、ピークでこう相手に当たった時に、えー、威力を発揮すればいいんですけどもそれを僕はこうグーッと伸ばしたところでまでこうやってたということですねそれでは、えー、やっぱりこの辺の人体を伸ばすことになっちゃってですね痛める痛めやすい感じになっちゃうんですねそれも全力でやったらそら痛めるやろっていうことそれを繰り返しやっちゃうと痛めるそれをもしっかりこう絞ってその、えー、そのしっかりとこう威力が伝わるところで止めてまた 戻すと、そこで力がグッとこうこの時にこの当たるところに力がグッと当たってる状態でいいんですよこう伸びきるとそこはちょっとピークを越えた状態にで,での攻撃になってしまうということ蹴りもそうなんですね蹴りもこう蹴るんですけどもその蹴りをこう蹴ってすぐこう戻すっていう形パンパンって戻すっていう形を取らなきゃいかのよのにグーンってこう伸ばした状態にしてしまったそのことによってこう。 あの右膝を痛めてしまったで右膝を痛めてもまあまあその僕は基本的に体が丈夫な方なんである程度耐えれたんですけどそこからまたジョギングをこう、えー、無理してしたりとかですねちょっとジョギングで、えー、ちょっと早く走ったりしすぎたりとかねそういうことをしちゃったことによってですねいろいろこう痛めると。とだからその正しいフォームというかねそういうものをこうしっかりと自分の中にこう。 覚え込ますというかね、えー、体にその肩,肩というかねそういうものを覚え込ましてだからそ,その基本ですよね基本をしっかり正しいもう精度の高いそういう基本をね、えー、自分に覚え込ましてやればそこまでその痛めることもなかっただからその痛めるということですねその体を痛めるっていうことはその 必然というかねその一つの動作からだけでねその痛めたというよりはですねその積み重ねですね自分のその肩がやっぱちょっとちょっとずつちょっとずれてた形でその稽古、えー、を重ねることによってちょっとずつちょっとずつその、えー、痛める方向へ行ってですねそれがこう。 同情稽古でこう全力を出し過ぎた時にですねその痛みのピークのところまで持って行ってそれでもまだその毎日やってたことによって、えー、肩が悲鳴を上げたということですね、うん、だからあのー、しっかりとその基本に忠実というかもうほんまにその基本をの精度を上げるということですね基本の精度を上げてそれを稽古していくそのことによってその 怪我をしない状態を作り出すすとということですねそれとですねあのー、僕は思ったのはその年齢がねこ高くなってくるにつれてねやっぱりそのどういうんですかねその限界が来るというかその体力的な限界が来てるんかなとかいうふうに考えたんですけどお医者さんに聞いたらねまだまだ伸びるということでちょっと僕はそれ聞いたでお医者さんから聞いたんでこう嬉しかったんですけどもそれもまだまだ伸びるだとはっきり言って。 50代60代ぐらいまでずっと伸び続けるよということですねこのままちゃんとこう訓練を重ねていったらですね伸び続けるということで勝手にねイメージでね例えば40代やともう体力が落ちてくるとかそういうふうに思ってたんですけどそういうのはねあまり関係ないらしいですねそほとんどもうそれはちょっとぐらいはその10代とか20代よりはちょっとこう衰えじゃないですけどその成長は少ない短いあのー 成長速度は少ななくる、ね、だからその40代でその体力が落ちてくるように感じるのはですねやっぱり単純に運動不足とかその不摂生であったりとかそのストレスがかかりすぎてたりとかそういうことがあるだけのことなんですよね。しっかりとねその いろんなことね、精神的なことも想像ですし、ね、肉体的なこともその自分で整えていってですね訓練をこう重ねていけばですね全然その伸びていくというところでですね僕はそれを聞いてこうちょっと、えー、心が軽くなったというかほなもっともっと僕は全力でこういろんなことに取り組んでいってですね、えー、どんどん成長させていってですねもっともっとこう、えー、高いところを目指していこうかなというふうに考えております。 ということで、今日は右肩を痛めたということについてお話しさせていただきました。では今日もヨッシャでいきましょう。どうもありがとうございます。